実は、この相対というのは、絶対にコミュニケーションが取れないように作ってありますね。なぜなら、プラスの人、マイナスの人という風になりますから、全く考え方が違う、全く捉え方が違う、また、全然違う風に世界を見ていますから、 人間っていうのは、基本的には自分が正しいですね。で、これ面白いんですけども、えーまあ、正しいということは相手が間違っているという風にね、えー、なるわけですよね。でだけど、これはプラスの人から見たら自分が正しい、プラス自分が正しいですね。だから、目の前の人がマイナスに見えて、 あなたは間違ってますよ、というふうに見える、とね、いうことなんですけども、だけどですね、ここで面白いのはマイナスの人はですね、自分が間違っていると自分のことを思っていることが正しいんだと思っているんですね。だから、自分はもう正しいわけがない、というふうにね、 え、思っています。これはもう無意識なんですけども、そういうふうに思っているがゆえに、えー、絶対に、え、コミュニケーションが取れない。ね。えー、そして、えー、自分が正しいと思っていることは、えー、間違ってたら困りますから、絶対に変えてくれません。ね、えー、そういうことで、お互いが、えー、自分の、自分の思っていることが正しくて、 え、相手の持っていることが間違ってるという風うに感じるように作ってあるんですね。なので、絶対にコミュニケーションがうまくいかないように作ってあるわけですね。これは、会社の上司部下とかね、そういうところでは、そんなことは起こらないんですけども、やはり、 仲が本当に良くなってきた関係性ですね。とか、まあ、家族のように、ずっと一緒にいるとか、パートナーね、結婚したパートナーのように、ずっと、ね、いろんな生活を一緒に共にすると、必ず、そういうふうに、プラスとマイナスというふうにね、分かれていくわけですよね。だから、お互い、 ね、例えばお父さんお母さんもそうですよね、えー、自分とパートナーもそうですよね必ず相手が間違っていて自分が正しいというふうに思うからコミュニケーションが取れなくなって、えー、どん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 と辛くなってしまうわけですねだから、えー、この仕組みを知っておかないと頑張れば頑張るほど え、コミュニケーションを取ろうと思えば思うほど、え、知りませんから、自分が正しくて相手が間違っているということを、え、そういうふうに、無意識に思い込んでしまっているということが、え、を知りませんから、え、ずっと無意識にいつの間にか相手を責めてしまう。え、相手を正しい方向に直さないといけないというふうにね、 そういうふうな、えー、コミュニケーションの取り方になってしまうので、えー、余計と、感情が出て、えー、悪化していってしまうというふうになって、もう最後はね、えも、ー、う口も聞きたくないとか、えー、もうお別れになるというふうにね、なってしまっていたんですね。だから、えー、この仕組みを知ることによって、あ、そういう仕組みになってたんだなと、目の前に、えー、自分の無意識が、 映るようになっているね。自分が間違っているというものをが無意識になっていて、自分がそれを見ている目の前に見ているわけですね。だから非常に嫌になるわけですね。だからそこで戦ってしまうということですね。だからこの仕組みを上から見れる四次元の俯瞰する位置というのがものすごいことになるわけです。 ですね。だから、えー、絶対に仕組みを知っておかないと、何を俯瞰したらいいかがわかりませんので、えー、仕組みを絶対する知る必要があるんですね。えー、なので、えーまあ、いつも言いますように、この音声もね、何度も聞き直してもらいながら、えー、この概要欄ね、右下に 逆三角形のね、マークがありますので、そこをタップしてもらうと、概要欄がずらっと出てきますので、そこからね、僕のブログとか、7日間の無料メール講座が 登録できるようになってますので、ぜひねえ、そちらをご覧ください。で、ブログの方からは、僕の講義スケジュールが見れますので、ぜひね、えー、足を伸ばして、えー、求めてきていただくと、もうライブって違うなっていうのがね、わかりますので。 ね。これはもう僕も人のね、ライブなんか行くとすごく感じますのでね。ライブっていうのはもう、その、ライブでしか感じられないものが本当にあるなって僕も思いますので、ぜひライブにね、遊びに来てください。今日も最後まで聴いていただいてありがとうございました。えー、次回もね、聞き逃さないようにチャンネル登録の方をしておきましょうね。えー、そしてグッドボタンと、えー、シェアもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。